いつもありがとうございます。パーソナルブックですね。今日はストレンジャーシングス2。はい、こちら、ひとあこ、りかさんからのご依頼、よろしくお願いします。で、明日が、スターウォーズの、スカイウォーカーサーガーという予定で、はい、OK しております。よいしょ。はい、じゃあね、全部開けますんで、よいしょ。いや、ワンワンっつったらプレートですけど出ましたね。はい、こちらはストレンジャーシングスのシーズン2のトレーディングカードになってます。一箱から、出演者のサイン、直筆サインカードか、アーティストが書いたスケッチのカード、どちらか、1枚は出るような仕様になってます。まあ、アベレージですね、一応ね。プラスモアヒットはワッペン系かメダル系か、ちょっとした、カードになってます。インサートカードになってます。で、シリアルはもうランダムですね。はい。だいたい99シリが1枚ぐらいは出るかなという感じです。まあ、1、2枚、まあ、1枚ぐらいですけどね。って考えると、ワンオーバンって100箱1ぐらい。ってなりますよね。だからこの間ね、ポンポーンと2枚来たのは、すごかったですね。ある意味。それ以降、プレートは出てますけど、ベースのワンオーバンは見てないですね。逆に100枚しか多分これレギュラーカードないと思うんで、2枚出てるってすごいっすよね。うん、ある意味。よいしょ。よいしょ。パーソナルブレイクもあれですね。やっぱお腹からこうね、声出してるじゃないですか。お腹空きますね。結構量やってると。お腹空いてきますね、結構。はい。はい、じゃあ行きます。レギュラーカードを寄付していただけるということで。はい。ヒット系は引きくりが、あ、もう来ちゃった。サインカードです。はい、これは。コングラチュレーションの C ですね。これいきます。せーの、ほい。ん?キャロルさん。チェルシー。なんか見た記憶はありますね。せーの。あ、この方ね。はい、サインがとても綺麗ですね。はい、キャロル役。うん、どういうキャラなのか全然わかりません。うん、本カードでいいですね。このキャロルさんの直筆サイン、カードに直接書いてます。はい。これかスケッチカードが箱に1枚。まあ8割ぐらいはもうサインカードです。スケッチはケースに2枚ぐらいな感じです。あとはパラレルは色が枠についてますんで見やすいですね。はい。で、ちょうど取ったところが、はい。よいしょ。ワッペン系かな。16-50。ですね。で、マックスちゃん。はい。この間も、あ、コスチュームだ。おー。はい。ヘンダーソン君、ダスティン君とマックスちゃんのデュアルコスチューム。これは、このマックスちゃんとね、ダスティン君が着た。まあ、多分、ダスティン君はこのオレンジの T シャツなのかな、インナーの。マックスちゃんもこのインナーの方かな。どうでしょうね。オーセンティックコスチューム。レリックとなってます。はい。50枚限定の16番。これもなかなか出ないです。ケース1、2とかでも出ないかもしれないです。はい、デュアル。これもシングルデュアルとありますもんね。はい。デュアルのコスチューム来ました。ちょっとレアな方ですね。この場合ってもう1枚出たっけな。はい、これが99枚限定です。89番。よいしょ。あとなんか来ないかな。
はい、ここで最後ですね。どうだ。やっぱなかなかワンワン来ないね。つったらこの間プレート来たけどね。はい。ということで、ワンボックスの開封が終わりました。直筆のサインカードとデュアルのコスチュームと99枚限定のパラレルカードでした。はい、ありがとうございます。